ーリスタのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。バーリスタです。この番組は、高次元の存在からチャネリングメッセージをお届けする番組です。高次元とは、神様や仏様、ご先祖様など、見えない存在の方たちのことを言います。普段皆さんも、お仏壇など、手を合わせてお願い事をすると思うんですけれども、あちらの方も、こちらのメッセージを聞いてくださいって言ってるんですね。はい、では、そのメッセージというのをタロットカードなどを通してお伝えしていきます。それでは早速今回のテーマをタロットカードなどから出して、お届けしていきます。出しているカードは FM 那覇さんの YouTube で公開していますので、ぜひそちらもご覧ください。では本日のチャネリングメッセージをお届けする前に、本日ですね、登場していただくカードさんのご紹介をしていきたいと思います。まずはタロットカードのホワイトヌーメンさんですね。はい、こちらと、あとはルノルマンカードですね。はい、こちらの ルノルマンカードと、あとは、エンジェルアンサーさんカードですね。はい、こちらと、はい、あとは龍神様カードですね。はい、こちらになります。はい、こちらの4つのカードからチャネリングメッセージを届けていきたいと思います。では本日のテーマをルノルマンカードからですね、はい、こちらからもらっていきたいと思います。出ました。お、ブーケット、花束ですね。花束はですね、嬉しいことが届けられるよとか、吉報とか吉兆とか、そういう意味合いがあるんですけれども、これ吉兆で思い出したんですけど、今日ですね、収録しているのが、2月9日なんですけど、水曜日ですね。私今日ですね、あのアオサギっていう鳥を見かけて、すごい大きいんですよね。大きくて、で息子が一緒にいたんですけど、びっくりして、あの写真撮ったんですよ。でその写真調べたらアオサギっていうのが載ってて、でなんかアオサギってメッセージあるのかなと思ってちょっと調べてみたら、もうアオサギを見かけると、あの嬉しいことが起こるサインとか、なんか、いいことがね起こる前触れとか、あとなんかメッセンジャー的な、っていう役割がありますってことが書かれてて、すごいって息子と興奮してたんですよね。で、息子がもう、小学校2年生なんですけど、お母さん宝くじ買いに行こうって言って一緒に宝くじ買いに行ったんですよね。はい、まあ、当たってるかどうかは全然わかんないんですけど、今のところ当たってるといいなって思います。はい、じゃあこのねブーケットということで、吉兆ですね、こちらをが今回のテーマとなります。はい、ではなぜこのテーマになったのかっていうことをエンジェルアンサーさんから聞いていきたいと思います。嬉しいですよね、吉兆のサインがあるとね。宝くじ当たるかな、当たるといいですけどね。あとホワイトヌーメンさんですね。もしかしたらこれをお聞きの皆さんもなんか吉兆なので宝くじ買いなさいってことかもしれないですしね。はい、では見ていきます。Choose a new direction、のカードと Ten of Cups の逆位置ですね。はい、でテーマの意味なんですけれども、まずエンジェルアンサーさんのカードからですね、この新しい道、自分で
その道を選択することができるよっていうことと、あと10オブカップスの逆位置なので、この2枚からですね、なんか自分が良しとしていたことは、なんかちょっと心の片隅で違うかなって思っているようなこと、なんかそれをどんどん、あなたは道を選択できるんだよってことを言っているんですけど、ちょっと私の方がいまいちピンときてないので、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。10オブカップスっていうのが、なんかファミリー、ハッピーファミリーカードなんですよね。で、これが逆位置で出たので、なんかこの今の人間関係とか、今いる自分の世界っていうことに何か変化が起きる、変化を起こしたい、なんかそういう風に受け取ったんですよね。はい、1枚カードが飛びましたので、こちらを見ていきます。ナイトオブワンドの正位置ですね。そうですね、これもなんか情熱を持って動き出すっていうことなんですけど、何か今の状況に不満まではいかないけど、ちょっと変えたいなとか、なんか腑に落ちないなとか、何かそういうことがあるのであれば、ぜひ行動してくださいってことを伝えていますね。で、吉兆なのでテーマが、もうなんかそこに気づいてるんじゃないんですかってことも言っていると思うんですよね。もうちょっとルノルマンカードで出していきたいと思います。はい、ウィールですね。ウィールは糸なので、なんかこれ魚釣りとかの糸とかなんですけど、ちょっと今回分かりにくいですね。なんか、なんだろう、伝えていることがなんか飛び飛びというか、言葉がまとまらないんですけど、ちょっともうちょっと詳しく見ていきます。はいはい、タロットカードですね。チャリオットの正位置です。やっぱりなんかこのウィールがこのなんか赤い糸なんですよね。なので運命的っていうことを伝えてくれているのかなって思ったのと、でチャリオットが正位置なので、これはもうどんどん思うようにこの行動してくださいってことを言っているんですよね。でこのホワイトヌーメンさんのチャリオットが、この私いつも宝船カードって呼んでるんですけど、なんか宝物いっぱい積んで、このなんていうのかな、キロに向かっているっていう感じのカードに見えるんですよ。なのでどこかに行って、この、宝の地図を持って、で宝物を集めて、でお家に帰るみたいなところの絵柄のような感じがいつもするんですけど、ちょっとまとめますね。ですね、この今回のテーマの意味が、吉兆は今自分が心の中に思っているわだかまりのようなこと、それを選択する時が来ましたと。で、状況を改善するには行動しましょうということですね。で、本当は気づきたくなかったのかもしれないんですけど、なんかその自分の何ていうのかな、この今思っていることに気づいたことはもう運命的なんですよと。で、それはちゃんと宝船に乗って、この家路に向かっているので、それはもうなんか成功すること間違いなしってことも伝えてきてくれていますね。例えばなんですけど、仕事でなんかこれ違うなって思っているようなこと、でもそれを言っちゃうと周りがなんか大変だなとか、改革するのって大変だと思うんですけど、
なんか周りのこの当たり前にやってたことをなんか一気に変えないといけない、うん、でだけどこれをやったら絶対良くなるとか、うん、そういう風に感じているとかね、うん、そう。あとはまあ仕事もね、今の仕事で全然満足してるけど、どっかでもうちょっと高みに行きたいとか思っているとすると、そこがもう今こそ選択する時ですよってことも伝えてくれているので、はい、ね、で吉兆なので必ずそのサインが来ると思います。今自分が腑に落ちないって感じていること、それがなんか明るみに出るっていう感じがするので、はい、ぜひね、このサインを吉兆だと思って行動してくださいってことを伝えてくれてますね。はい、それではここで曲の方をお届けしたいと思います。で本日はこちらも私大好きなんですけれども、オアシスのワンダーウォールです。
オアシスでワンダーウォールでした。はい、それでは本日のチャネリングメッセージのおさらいをしていきたいと思います。まずは本日のテーマがルノルマンカードからブーケットが出てきました。でこちらは吉兆ですね。今回のチャネリングメッセージのテーマが吉兆っていうことになりました。ではどういう吉兆ですかってことを聞いたところ、エンジェルアンサーさんカードからですね、Choose a new direction と、あとは10 of cups の逆位置が出ました。で、この2枚からですね、今あるコミュニティとか、あとは、お仕事とか、何か心にわだかまりというか、自分の中でこうしたらいいな、こうできたらいいなって少し思っていることがあってると、そこは選べるんですよ、あなた次第ですよってことを伝えてくれてました。で、もう少し詳しく聞いたところ、ナイト・オブ・ワンズの正位置が出ましたので、こちらは情熱を持って行動していきましょうってことを伝えてくれてました。はい。で、もう少しさらに詳しく聞いてみたところ、ルノルマンカードのウィールですね、これはなんか赤い糸なんですよね。赤い糸と、でタロットカードからチャリオットの正位置ですねが出ました。でこちらの2枚からは、この状況を、今の状況からそのより良い方向に行きたいという思いっていうのは、それは運命的なことなんですよと。でチャリオットも行動しましょうっていうカードなので、でこちらがですね、宝船に乗ったようなカードになってて、で行動を起こすことで、自分のこの思いっていうのも満たされるし、で、より良い方向に向かっているよってことも伝えてくれていました。はい。で今の状況に全然不満はないですよっていう、ね、方もいらっしゃると思うんですけれども、何か腑に落ちないこととか、もう少しこうなったらいいなっていうことが、なんか引っかかるものがあるのであれば、それはぜひ行動に移してみましょうっていうことでしたね。はい。ではですね、もう少しホワイトヌーメンさんカードから、じゃあ行動したらどうなるってことも聞いてみたいと思います。はい、エースオブカップスの逆位置になるが出ましたので、ですね、これがそうですね、このエースオブカップっていうのがですね、このなんていうのか、自分の感情、思いっていうのをこう一心に受け取るっていうカードなんですけれども、これ逆位置で出たので、なんか独り占めって言葉が入ってきたので、なんかなんていうのかな、自分の独り勝ちみたいな感じですかね。はい。なんかなんていうんだろう、この先取りみたいな感じです。みんなが後からあなたいいねみたいな、状況になるんじゃないかな。なんか誰もが欲しがるっていう感じがするんですよね、このカードを見てると。でその行動を移したことによって、なんかあなた一人勝ちみたいな感じがすごくしました。なのでやっぱみんながやってることを一緒にやるとなると、やっぱなんていうのかな、こう頭一つ飛び抜けないと思うんですけど、みんなと違うことをやることによって、なんか頭一つ抜き出ると思うんですよね。なんかそれを伝えているかなって思いました。はい。
ではですね、いつもの龍神様カードからアドバイスをもらっていきたいと思います。なかなかね、頭一つ飛び出すってすごいいいことだと思うんですけど、かなり勇気のいることだとも思うんですよね。うん、はい。砂嵐流、飛躍ですね。うん、飛躍の準備は良いか、お主のパワーを発揮する時じゃっていうカードが出ました。はい、やっぱりね、頭一つ、もう一つどころかもう5個ぐらい飛び抜けてもいいと思います。ではこちらの龍神様カードの詳しい内容も読んでいきたいと思います。砂嵐流、飛躍。我が輩は砂嵐流、皆に舞い上がるパワーを与え、飛躍を促す流ぞよ。お主に飛躍するタイミングが訪れていることを伝えに来たのじゃ。飛躍は突然やってくる。砂嵐のように突然やってくるので、人々は恐れ警戒するが、それを見越して準備をしておけば、十分な準備はできているので、何も恐れることはない。飛躍する前兆は砂嵐のように、一時周りが見えにくくなり、何が起きているのかわからない状態になる。それは今までの古い考えを手放している最中であることを示しておる。砂嵐が収まるといつもの日常に戻ったように感じるが、そうではない。古い考えや枠を手放した飛翔できるお主に生まれ変わっておるのじゃ。砂嵐流様の願い。野望を持つがよい。お主の野望は何じゃ。我が輩のきらびやかさ、豪華さに魅力を感じるじゃろ。それでよい。お主の内面には抑えきれないきらびやかさが備わっておる。その光、パワーを発揮する時が来たのじゃ。我が輩の上昇気流のパワーに乗って野望を叶えるのじゃ。お主の行いが周りの人々の憧れになり、希望をもたらすことになるのじゃ。ってことを伝えてくれています。すごいですね。なんか最後に本当にちゃんと締めてくれたなって思ったんですけど、はい、なんか吉兆っていうのは、今心の中に思っているこうしたいなとか、こうした方がもっといいのになっていうことを思い切って行動してみるっていうことですね。うん、それが頭一つも二つも五つも飛び抜けたような状態になっているよと、砂嵐流様が伝えてくれてますね。はい、なのでぜひ、ここなんだろう、飛躍の時なのかなって思ったので、ちょっと怖いなって思っている方も勇気を持って行動するといいことが起きるんじゃないかなって思いました。吉兆なのでね、必ず、これ花束ってことなんですけど、花束が贈られるときはおめでとうっていうときですよね。はい、なのでぜひおめでとうっていう状況を自分でつかみに行ってください。はい、それでは本日のチャネリングメッセージは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。何かピンときたことや気づきがあると幸いです。メッセージは必ずしも受け取らなくても大丈夫ですよ。今日この番組に縁があったことで、今後のあなた様の日々に光が差していくよう願っています。ありがとうございました。バイバイ。78.0